文字通り大変ホットに賑わせてくれました陽気なメキシカンマスカラスブラザーズの入場でございます。今夜の相手は石川隆、そしてロッキー花組との一騎打ちを迎えました。この夏タッグマッチは全勝です。マスカラスブラザーズ、ユーマスカラス、ロッカラス、いよいよ最後の放送で日本の夏に別れを告げようとしています。スカイハイのメロディーに乗りまして花道から登場のマスカラスブラザーズ、日本のアミーゴたちに本当に今回はたくさんのプレゼントを用意してくれました。兄ミルマスカラス、そしてメキシコの次の時代を背負って立つ弟ドスカラス、2人登場でございます。非常に仲のいい兄弟マスカラスブラザーズの入場。試合に先立ちまして日本テレビの 花束がミス熊本祭りのお嬢さんによりまして両チームに渡されました。浴衣掛けのお嬢さんたちです。いかにも山田さん、串本節の民謡がぴったりという感じですね。そうですね、はい、やはりこういうローカルカラーというのはね、また格別の味わいがありますね。そうですね、豪華な花束が今贈られました。これより両チームの紹介です。兄の牙城に迫る実力人気であります弟ドスカラス、いつまでも華やかな存在であってほしいと思います。千の顔ミルマスカラス、チームリーダーのロッキー畑であります。今プロレスが一番楽しいと言っております石川隆。ちょっと皆さんにご案内しますと、このシリーズのマスカラスブラザーズ、ここまで15戦戦っているんですけれども、14勝、1つのリングアウト引き分け、この1つのリングアウト引き分けは鶴田天竜組との対決、その他は全部勝っています。主な対戦カードをご紹介しますと、石川佐藤組、鶴田石川組、井上大仁田組、石川天竜組、全日本プロレスのもうそうそうたるメンバーを相手にマスカラスブラザーズとしては今回の来日全勝でございます。大した記録ですね山田さん。やはりね、このマスカラスブラザーズということになりましてね、弟のドスカラスは大変に力をつけてますんで、はい、チーム力としてはとても安定してますね。そうですね、はい、いわゆるミスがないですね。先陣を切りまして兄ミル・マスカラスが登場してまいりました。バックからの攻撃、珍しくグランドでの展開になっています。今回の来日、本当に兄ミル・マスカラスも見事な跳躍力を見せてくれました。どん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 空中殺法を見せてくれました。その兄ミル・マスカラスであります。そして今夜の相手はロッキー畑。まあ山田さん、タッグマッチとしては小兵なんですけれども、メキシコ国内ではもちろんナンバーワン、それから世界に出ますと、この血の通った兄弟のタッグチームというのは、まあ、ご存知のザ・ファンクスがいます。それからエリック・ブラザースもいます。まあ、こういった相手がいるんですが、まあ、そういった本当に血を分けた兄弟のこのタッグチーム、ランク付けますとこのマスカラスブラザースはやはり上位に位置するチームでしょうね。そうですね、何年か前の場合をね、考えてみますと、まだやっぱりドスカラスの成長がね、見られなかった時期は、はい、ドスカラスの存在がウィークポイントになってたんですが、そういう心配が全くなくなりましたからね。ははそうですね、はい、でドスカラスは体格的にもですね、かなり大きくなりましたし、テクニックそのものもとてもいいものを身につけました。攻撃に転じますミルマスカラス、レグシザースから今度は腕を取りに行きました。ロッキー旗に攻め込んでおります。兄ミルマスカラスであります。まあ、たびたび今回のこの夏のシリーズご案内してるんですけれども、日本のマスカラスはまさにこのメキシコブームというような感じがいたします。今後の山田さん、メキシコレスラーの来日の見通しについて今後どう思いますか。やはりね、メキシコというのはジュニアクラスの宝庫ですしね、まあ、マスクマンも非常にユニークなマスクマンがいますんで、はい、まあ、今後ともメキシカンレスラーはですね、まあ、何人か呼んで非常に日本のファンを、ね、楽しませてくれるんじゃないかというふうに思いますね、はい、そうですね、メキシコに遠征した、つい最近遠征して凱旋帰国した大仁田篤選手あたりにメキシコ事情を聞いていますと、およそ3000人ぐらいの、まあ、マスクマンのレスラーがいるというふうに聞いておりますが、まあ、国際的なメキシカンのレスラーを選ぶのは大変至難の業というようなことも聞いております。大仁田選手が一度はタイトルを取られたサングレーチカラなどはアクションファイターとしてかなり名が上がっているそうですけれども、こういった相手も一つ呼んでほしいですね。はい、サングレーチカラはね、現地のメキシコでも大変に人気があると、はい、それでしかも力もあるということなので、ぜひ日本でファイトを実現してほしいですね。
さあ兄ミルマスカラスから成長著しいドスカラスへタッチが行われました。本当に先ほどもご紹介しましたが兄の牙城に本当に迫りつつあります。弟のドスカラス、ねちっこいレスリングです。非常にねちっこいレスリング。そして日本陣営もロッキー畑から石川に渡りました。今日この宿舎の近所にあります南紀串本の海水浴場、橋食い岩の海岸で、海水浴を楽しみましたこの石川選手。それから今朝は早く起きまして、那智の大社にお参りに行きまして安産の祈願をしたというふうに聞いております。その石川隆であります。非常にこの夏のシリーズよく活躍しています。何しろメキシカンのレスラーと同じようにこのトペができますし、なかなか飛び技うまいですからね。そうなんですね、そういった意味で今日の試合ね非常に楽しみにしてるんですね、はい。さあ今度はドスカラスです。なかなか巧妙な仕掛けであります。スックとボディを挟みます。完全に相手を動けなくてしまいました。さあグラウンドでの展開でここで今度はあっといきますね。振り天井に持っていきました。振り天井に持っていきました。メキシコ語ではこれをアンヘリーと言います。アンヘリートと言います。この技も山田さん、私は実際には見たことないんですけれども、ラウル・ロメロが、発案して日本で初公開されたそうですけれども、その時は相当日本のファンは衝撃を受けたそうですね。そうですね、やはり一風変わった技ですからね、はい。レスリングの場合ね、攻める場所というのは、体の中で限られているわけですから、ただその攻め方のパターンが違う、見た目が違うということでファンはびっくりするでしょうね。かつてミルマスカラスにこのアンヘリーと逆さ振り天井を受けたジャンボ鶴田選手はその関節が痛くてしょうがないということを言ってましたね。手足の関節が決められると同時に最終的にはやっぱり背骨をね、痛めつけられるわけですから、相当苦痛が伴う技ですね、はい。体をぴったりと密着させております。弟のドスカラスであります。ねちっこい攻撃で全くこの石川ペースになりません。どこで試合をこういうふうに変えてまいりますか。石川であります。全般を通しましてこのシリーズのドスカラスの動きはどういうふうにご覧になりました。非常にねちっこいメキシコ流のレスリングをやるかと思うと、はい、一気に飛んでくる、この辺りの使い分けのうまさですね、はい。これはもう大変にね経験を積んで上手になりましたね。なるほどね、いわゆる山田さんこのメキシカンサッポーのトペ人間ロケット、それからプランチャーというこの大技ですね、はい。日本ではこの今対決しております石川、それから天竜もやります、それから大仁田敦、桃田光雄といったようなところがやるわけなんですけれども、さあちょっとご注目、大きくロープを飛ばしました。さあまだ飛びません。今度はドロップキック、これはよく当たりました。石川のドロップキック、そしてぶちかまし、これは強烈。そしてその石川がトップロープに上がって思い切ってフライングエルボー、フライングエルボー肩口に落としました。今の技もそうなんですけれども、山田さんこの技を出す時の気持ちですね、本当にこの自ら飛び込んでいく時が怖いんだということを言ってますね。そうですね、非常にやっぱりねデンジャラスですね、はい。さあ今度はドスカラスが飛ぶか、フライングドスカラスアタック、フライングクロスアタックを決めました。ドスカラス、そして人間ロケットの体勢、バネをつけて思い切って人間ロケット、トペを完走しました。素晴らしいトペであります。ドスカラス、これは見事に熱い胸板を捉えました。さあこの後はどっちが先に入るか、やはり受けました。石川隆がまだダメージが残っているようです。そして身の軽いドスカラスもちょっと今半身の体勢でエプロンからなだれ込んでまいりました。リング上になだれ込んでまいりました。やっぱりトペを、ね、赤いマット上です、言いますとね、前からの衝撃もさることながら、はい、後ろへ飛ばされて後頭部を打ったりしますからね。そうですね、ツートンからマット上も広く大きく使えます両陣営であります。さあ石川がちょっとダメージを受けておりますが、ここでロッキー旗に渡そうとしています。脇が開きました。さあ上背に恵まれておりますロッキー旗、この辺りでヘビー級の力を思い切って出してほしいと思います。相手はジュニアヘビー級のドスカラス、赤い陣営、赤い三角エリア、ここが日本陣営であります。赤いマット上、しかしこれはいいポジション取りましたね、はい。しかしさっきのトペ見ましたけどね、はい、今トペをやる選手はかなりいるんですがね、ドスカラスのトペが一番いいような気がしますね。非常に飛距離が長いし、はい、正確ですよね。そうですね、
まあ、正直言いましてこのトペあるいはプランチャーを打つ時選手は本当に怖いということを先ほどご紹介したんですけども外れたらそれっきりですからね。そうです、はい、さあ両選手の動きが華やかになりました。おっとこれはクロスチョップみたいに当たりましたか。クロスチョップそうですね。そしてプランチャー攻撃思い切ったプランチャーを打ちます。ドスカラスが飛びます。本当によく飛びます。今夜の弟ドスカラス、まあ、この容疑は俺に任せておけと言わんばかりドスカラスが華やかに空中殺法を展開しています。場外です。積極的ですね。積極的ですね。この飛び道具はもう兄ミルマスカラス以上と言ってもいいかもしれません、ある種のね、はい、飛び道具においてはねドスカラスも強いですね。本当によく成長しましたね。まさにルチャリブレの真髄を得としたような感じであります。さあここは日本陣営赤いマット上にドスカラスを連れてまいりました。赤いマット上から離してはなりません。今度はちょうどそのブルーとレッドのマット上の分岐点そして危なくなりますとドスカラスからミルマスカラスへ渡ります。ミルマスカラスと石川の対決今度は2人がかりで今作戦本部のこのロッキー旗が石川に何やら耳打ちしました。さああっと激しい当たりを見せます。ミルマスカラス大きく今度はフライングクロス当たった。この当たりは素晴らしい。フライングクロス当たったさあマシンガンが出てまいりました。ミルマスカラス得意のマシンガンそしてブレンバスターであります。さあ石川綾吉おっとまだ行きません。メキシカンサッポーであります。これまた技を重ねてきますね山田さん。そうですね、それで今体重かけてますからね、はい、このねホールドはきついですよ。全く石川動きが取れなくなってしまいました。いわゆるね、ネルソンではありませんけれどもね、はい、腕が決まってます。両方の腕が、ね、決まってるし完全にあのクラッチしてますからね。それにミルマスカラスは本当に自信がありますね。ここは赤い陣営ですからね。そうなんです、もういわゆる敵陣の目の前でということですね、はい、敵の陣地で戦っていますミルマスカラス。しかも今度はメシカンストレッチホールドに入りました。さあ石川ギブアップかどうか。上半身がもう真っ赤に充血。ここでロッキー旗に渡します。ロッキー旗赤いトランクス。さあ燃えよロッキーヘビー級の力をこの辺で発揮してもらいたいですね。そうですね、やはりねあの技もあるんですしね、はい、思い切ってね取ってほしいですね。そうですね。さあミルマスカラスも負けてはおりません。さあパワーで持っていくかミルマスカラスがうまくタイミングを取ってフライングクロスアタック強烈に当たります。なかなか当たりどころといいますかもう打った瞬間ロッキー旗のこの胸のあたりがあざができるような感じです。さあツープラトンの攻撃変態砲変態砲が見られました。さあ血を分けた兄弟が飛びます。すごい変態飛行であります。もうさらにまたロッキー旗の喉元が充血かなり効いています。ダメージを受けました。そして今度は満を持しておりました石川にタッチ。再び弟のドスカラスとの一騎打ち。さあ石川隆がブレンバスター強烈ブレンバスター。そしてちょうど境界線のところで抑え込みに行きましたがさあウェイトの狩りドスカラスを絶対離してはいけません。2人がかりで今度はダブルアトミックドロップ強烈尾低骨割り。おっとミルマスカラスに渡った。ミルマスカラスに渡りました。さあミルマスカラス独誕上か。今度はフランキックアタック方向を変えました。方向を変えましたミルマスカラス。そしてワンクッションを置きます。ワンクッションを置きます。リフト攻撃そのまま覆いかぶさった。ちょっとロッキー旗ダメージを受けています。相手を見失ったミルマスカラスがフライングボディアタックそのまま抑え込んだ。カウント3が入った。素晴らしい兄弟連携マスカラスブラザーズ非常に華やかな連携でした。ミルマスカラスドスカラス最終放送放送的には最終のこの熊本大会もロッキー旗石川隆組を打ち破りまして今までの戦績は通算いたしますと16戦15勝一つのリングアウトというような戦績でございます。大変な戦績をこの夏のシリーズ、見事に見せましたマスカラスブラザーズ堂々のまさに凱旋でございます。いい勝負でしたね。そうですね、非常に今日の、ね、連携フライトは、ねはい、鮮やかでした。そうですね全勝で本国に帰りますミルマスカラスドスカラスがロッキー旗石川隆組を打ち破った一戦でございました。日本テレビの全日本プロレス中継この放送は和歌山県岸本町立体育館から全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。